こんにちは、愛子です。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今回の動画ではベアリングユニットを固定する台を作る練習を行います。動画の流れとしては、まず今回の動画で作る部品について説明した後に、実際にフリーキャドを操作して学びます。動画を最後までご覧いただくと、スケッチからこのような部品を作る方法を学ぶことができます。それでは早速始めていきましょう。はじめに今回の動画ではこのような部品を取り扱います。この部品の作り方は、スケッチから部品を作る練習1という動画をご覧ください。また今回の動画ではベアリングユニットを固定する台を作る練習1として、このようなスケッチを描き、こうした部品を作ります。ここでもしまだフリーキャドをダウンロードしていない方は、再生リスト内にあるフリーキャドを始めるを最初にご覧ください。またフリーキャドはダウンロードしたけど、これから初めて操作するという方は、再生リスト内にある簡単に部品を作ってみるを参考に、まずは操作に慣れることをお勧めします。さらに操作には慣れてきたけど、スケッチの描き方をご存知でない方は、再生リスト内にあるスケッチから部品を作るから始めるとスムーズに学習できます。それではベアリングユニットを固定する台を作っていきましょう。ドキュメントを開く、またはファイルをインポートするボタンをクリックします。スケッチから部品を作る練習1という動画で作った部品のファイルをクリックをし、オープンをクリックします。虫眼鏡のマークをクリックして、スケッチを画面の中央にし、等角図にするためにアイソメトリックビューボタンをクリックします。最初にいくつか部品を削除します。コマンドキーを押しながらコンボビューにあるポケットをクリックし、ポーラパターンをクリックし、ポケット001をクリックします。右クリックをし、削除をクリックします。警告メッセージが現れるので、はいをクリックします。パッドをダブルクリックし、パッドパラメータが現れるので OK をクリックします。次にスケッチ002をクリックし、選択された状態でポケットを作成ボタンをクリックをします。 3.4mm と入力をして OK をクリックします。スケッチ001を右クリックし、削除をクリックします。次に部品の仮面をクリックし、新規スケッチを作成するボタンをクリックします。長方形を作成するボタンをクリックします。中心にある円の左上付近でクリックをし、右下付近でクリックをします。外部形状にリンクするエッジを作成ボタンをクリックをし、中心にある2つの円弧の上の円弧の円周をクリックし、下にある円弧の円周をクリックします。エスケープキーを押してボタンを解除した後に、中心にある下の円弧の円周をクリックし、長方形の下の辺をクリックします。正切拘束を作成ボタンをクリックします。再び中心にある下の円弧の円周をクリックし、長方形の左の辺をクリックします。正切拘束を作成ボタンをクリックします。もう一度中心にある下の円弧の円周をクリックし、今度は長方形の右の辺をクリックします。正切拘束を作成ボタンをクリックします。次に長方形の右上端点をクリックし、右下端点をクリックします。垂直距離を拘束するボタンをクリックし、 23mm と入力をして OK をクリックします。続いて長方形を作成ボタンをクリックをし、先ほど描いた長方形の左上でクリックし、右下でクリックします。エスケープキーを押してボタンを解除した後に、
大きな長方形の左上端点でクリックし、小さな長方形の左上端点でクリックします。垂直距離を高速ボタンをクリックし、 4.7mm と入力をして OK をクリックします。再び大きな長方形の左上端点でクリックし、小さな長方形の左上端点でクリックします。今度は水平距離を高速ボタンをクリックし、 4.7mm と入力をして OK をクリックします。次に大きな長方形の右下端点でクリックし、小さな長方形の右下端点でクリックします。垂直距離を高速ボタンをクリックし、 4.7mm と入力をして OK をクリックします。再び大きな長方形の右下端点でクリックをし、小さな長方形の右下端点でクリックします。今度は水平距離を高速ボタンをクリックをし、 4.7mm と入力をして OK をクリックします。スケッチの線が緑色に変わり、完全に高速されました。閉じるをクリックします。虫眼鏡のマークをクリックして、スケッチを画面の中央にします。コンボビューに新しく作られたスケッチ003をクリックし、選択された状態で押し出しボタンをクリックします。パッドパラメータが現れるので、長さを 4.3mm と入力をし OK をクリックします。続いて長方形の上面をクリックし、新規スケッチを作成するボタンをクリックします。外部形状にリンクするエッジを作成ボタンをクリックをし、大きな長方形の上の辺でクリックし、下の辺でクリックします。円を作成ボタンをクリックし、原点より上の縦軸上で、かつ大きな長方形と小さな長方形の間の位置でクリックします。適当な位置でクリックし、適当な円を描きます。次に原点より下の縦軸上で、かつ大きな長方形と小さな長方形の間の位置でクリックします。適当な位置でクリックし、適当な円を描きます。エスケープキーを押してボタンを解除した後に、上にある円の中心点をクリックし、大きな長方形の右上端点をクリックします。垂直距離を高速するボタンをクリックし、 2.3mm と入力をして OK をクリックします。次に下にある円の中心点をクリックし、大きな長方形の右下端点をクリックします。垂直距離を高速するボタンをクリックをし、 2.3mm と入力をして OK をクリックします。上にある円の円周をクリックし、半径を高速するボタンをクリックします。 0.8mm と入力をして OK をクリックします。続いて下にある円の円周をクリックし、半径を高速するボタンをクリックします。 0.8mm と入力をして OK をクリックします。スケッチの線が緑色に変わり、完全に高速されました。閉じるをクリックします。虫眼鏡のマークをクリックして、スケッチを画面の中央にします。コンボビューに新しく作られたスケッチ004をクリックし、選択された状態でポケットを作成するボタンをクリックします。ポケットパラメータが現れるので、長さを 5mm と入力をし OK をクリックします。等角図にするためにアイソメトリックビューボタンをクリックします。部品の上面をクリックし、新規スケッチを作成するボタンをクリックします。円を描くボタンをクリックし、原点よりも右上でクリックします。適当な位置でクリックし、適当な大きさの円を描きます。
エスケープキーを押してボタンを解除した後に円の中心点をクリックし、原点をクリックします。水平距離を拘束するボタンをクリックし、 34.64mm と入力をし、 OK をクリックします。再び円の中心点をクリックし、原点をクリックします。垂直距離を拘束するボタンをクリックし、 14mm と入力をして OK をクリックします。次に再び円を描くボタンをクリックをし、先ほど描いた円の上あたりでクリックします。適当な位置でクリックし、適当な大きさの円を描きます。今度は横軸よりも下の位置でクリックし、適当な位置でクリックして適当な大きさの円を描きます。さらにその円の下のあたりでクリックします。適当な位置でクリックをして適当な大きさの円を描きます。エスケープキーを押してボタンを解除した後に、一番最初に作った円の中心点をクリックをし、それ以外の3つの円の中心点をクリックします。垂直に拘束するボタンをクリックします。再び最初に描いた円の中心点をクリックをし、その上にある円の中心点をクリックをします。垂直距離を拘束するボタンをクリックをし、 4mm と入力をして OK をクリックします。次に横軸よりも下にある2つの円の中心点をクリックをします。垂直距離を拘束するボタンをクリックをし、 4mm と入力をして OK をクリックします。横軸よりも下にある2つの円のうち、上にある円の中心点をクリックをし、原点をクリックします。垂直距離を拘束するボタンをクリックをし、14mm と入力をして OK をクリックします。最後に4つの円の円周をクリックをし、半径を拘束するボタンをクリックします。すべての選択された要素で同じ半径を使用しますかとメッセージが現れるので、はいをクリックします。 0.8mm と入力をして OK をクリックします。スケッチの線が緑色に変わり、完全に拘束されました。閉じるをクリックします。コンボビューに新しく作られたスケッチ005をクリックし、選択された状態でポケットを作成するボタンをクリックします。ポケットパラメータが現れるので、長さを 5mm と入力をし OK をクリックします。コンボビューに新しく作られたポケット002をクリックし、選択された状態で鏡像を作成するボタンをクリックします。平面をベース YZ 平面に変更をし OK をクリックします。ここでメニューのファイルをクリックをし、名前をつけて保存をクリックします。セーブアズにベアリングユニットを固定する台を作る練習1と入力をして、セーブをクリックをして保存します。今回の内容は以上です。動画を見て参考になったという方はぜひ高評価よろしくお願いします。またこのチャンネルでは無料で使える CAD ソフトの使い方をご紹介しています。私自身が知りたかった情報を頭の整理を兼ねて動画にまとめています。 DIY やものづくりに活かせる情報を配信していますので、最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録のボタンをクリックしてください。ちなみにチャンネル登録は無料です。このチャンネルを応援したいという方もぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次回もお楽しみに。